太平洋戦争中、熾烈な戦いが繰り広げられたビルマ戦線。日本軍は連合軍の攻勢の前に多くの戦死者を出し、退却を余儀なくされました。そして終戦後、兵士たちが日本へ復員していく中で帰らなかった兵士がいます。未帰還兵と呼ばれる人々です。よく聞かれる、どうして残った。異国で戦後を生きた元兵士たちを長期にわたり取材した映画、まもなく公開されます。なぜ彼らは日本に戻らなかったのか、未帰還兵のもう一つの戦後史に迫ります。太平洋戦争が終結してから64年となります。まだ終わらない戦後、海外で生きる人たちがいます。今夜の特集では、祖国に帰らなかった元日本兵の証言に耳を傾けます。来月公開される映画、花と兵隊の舞台はタイです。終戦を迎えても日本へ帰らず、現地で暮らし続けた6人の元日本兵たちを2年余りにわたって取材したドキュメンタリーです。1941年、旧日本軍はビルマ侵攻作戦を開始しました。戦局が変わり、最も過酷な戦いの一つと言われた1944年のインパール作戦などで19万人もの日本兵が戦死。その翌年、終戦を迎えました。終戦後も現地にとどまった未帰還兵たち、彼らの戦後はどのようなものだったのか、映画の一部をご覧ください。映画の舞台はタイ。祖国に戻らなかった6人の元日本兵をカメラは追い続けます。その一人、酒井勇さん。ビルマで終戦を迎えた後、少数民族の村にたどり着きました。わしらの自動車部隊だからね、まあ、わしはもう自動車修理とかいろいろやりましたね。When does she marry to Mr. Sakai さん? What kind of situation? Each other?祖国に戻らなかった酒井さんですが、日本への思いは決して途絶えることはありませんでした。もちろん、わしはね、お正月ね、まあ、日本ではもう餅が一番あるでね、はい、でも、お雑煮ですよね、神様でも、はい、お供えするでも、はい、魂はね、やっぱり日本人、やっぱり日本のこと、それね。酒井さんは90歳の人生を異国の地で終えました。6人の元兵士は全て現地で結婚。映画はその妻の存在に焦点を当てます。中野弥一郎さんは終戦後ビルマで出会った少数民族の女性と結婚しました。どう
都在哪的不贵，都可免的。现在就最多加班，其他的其他大点好了，都家里的，免的你的。各个月的各个来个，大呗，不慢。不客气，大哥。嗯。一緒になったのは、あの私を追っかけていったそれだけです。別に。見事なの言うだけ。中野さんは戦争の記憶は片時も離れることはないと言います。私戦後ビルマに残ってですね、あのよく戦争の夢を見るんですよ。夢見ると必ずマラリアを起こすんです。一番多いのが飛行機が来るんですよね。私を見つけて、私ジャングルで隠れてたんだけども、飛行機が私を見つけてジャングルの中を降りてのこのこ歩いてきたところで夢が覚めたんですが、そういう夢を見ると必ず私なんかが具合が悪くなるんですけども、そういうことがありますね。まだ戦争のあれが逃れてないですね。よく聞かれる、どうして残った。私は戦争に負けたら帰ってこないって言うから残ったって言いますけど、本当は言えないことがあるんです。